2016オートバックススーパー GT 第5戦富士スピードウェイ、ポールポジションカルソニック GTR、 JP オリベイラ1コーナーに突っ込んでいきます。そして後ろから本山くっついていった。本山はピタッとついた。ちょっとモジュール遅れた、モジュール遅れた。1コーナーまずはカルソニック入りました。そしてエスロード、その後ろ若干間が空いてモジュール、やはりモジュールトップハンデ84キロが重い。GT300 クラスがスタート。ポールポジションの高木真一 ARTA 好スタートを切りました。そして注目のアウディ一つ山2番手、今そして3番手にフェラーリ、その後ろからスバルが今行って4番手、スバル4番手キープ。おっとモデューロ、ドラゴモデューロタイヤですね、左リアか、今8周目武藤、ドラゴモデューロトラブル、緊急ピット。あとキーパーが今コースを外れています。リアウィングがないんじゃない。あ、リアウィングないですね。なるほど、なんかあちこちでトラブルが起こっています。完全に落ちています。インが開かない、インが締める高木、微妙なポジション、高木外、外から藤井かぶせていくが並んだ、半分体半分、いやー抜けない。ここはうまく抑えられてるな、さすが高木です。あ、一台止まってますね、先生が止まってますね。あれボンネットが飛んでる、飛んでる感じに見えますけどね、グリここら辺に落ちてましたね。でも左、セーフティーかー、リードがチャラになる、辛いな。カルソニック、またカルソニックのリードが消えた、この富士スピードウェイ、4K4 台が今サイドバイサイドを2つ作っています。スリップ入ってますね。スリップ今入って外持ち出す景品、もう1個後ろでも外持ち出しての ARTA、 外から NSX2 台が大外側に狙います。成功したのは景品の方、うわー、いったいった、塚越いやね、まだね、モチュールは塚越ないんでね、やっぱりタイヤの熱、発熱、おお、エスロード、エスロード、千代川、千代川、千代川、大クラッシュ、千代川、大クラッシュ、千代無事でした、よかったです、ああ、驚きました、このスピードですからね、いやー、危ないシーンでした。関口と大島、ここは譲れない、ここは譲れ、スピード速い、ね、が関口が速い、ね、これはベッツの方が直接最後伸びます。から、ね、さあ大島譲らない、おお上げれた、軽くヒット、関口揺れる、ブレーキング1コーナー、ここで大島が前に行く、締める、伊沢、伊沢締める、いや開けるか、イン取りました、ね、イン入った、イン入った、これは入れるんじゃないか、これはスムーズにクリアにオーバーテイクしていきます。ただ伊沢が今度クロスラインを狙って、もう一度前に行こうとする、伊沢並んだ、サイドバイサイドになった、サイドバイサイドの NSX2 台、塚越、伊沢、塚越、伊沢、塚越、塚越が前に入った。 100R で決着。そしてこちらファイナルアップ、カルソニックインパル GTR、 JP オリベイラ、そして安田杉雄、完璧な走り、あの前回の富士の屈辱を見事晴らします。そうですね、見事です、素晴らしいですね。そしてまたしてもここで GTR が勝ちました。今シーズン GTR4 連勝、 GTR が強すぎる。食いついた、食いついた、どうか、リチャードアイアン、まだ諦めない、スリップに入る、スリップに入る、アウディの方が速いが、どうか、リチャード、リチャード、リチャード、最後のチャンス、ダメか、どうか、ダメだった、ギリギリでした。しびれる最後の最終コーナー、いや、5万出るって書いておいて、そしたらいいね、 OK。